こんにちは、スマユーチームの平立まさきです。今回もスマユーチームが獲得した優待をご紹介します。実は私が密かに憧れているものを販売している会社さんです。ご紹介するのは株式会社バイクオー&カンパニーさんです。鶴野たけしさんが出演しているテレビ CM をよく目にしますね。中古のバイクの買い取りと販売を行う店舗バイクオーを全国に展開しています。店舗によっては買い取りのみだったりバイクのレンタルも行ったりしています。まずは簡単にバイクオー&カンパニーさんのビジネスモデルを確認します。全国の店舗や出張買い取りで中古のバイクを仕入れます。中古バイクを整備して販売します。販売ルートは大きく2つ。まずは業者向けのオークションです。さまざまなバイク買い取り販売業者が参加して取引しています。これを卸売、つまりホールセールと呼んでいます。もう一つが自社店舗での販売です。こちらをリテールと呼んでいます。前期2023年11月期の売上高と販売台数の構成の表です。店舗のイメージの方が強かったんですが、実はホールセールの方が多いんですね。バイク1台あたり売上平均単価はホールセールで20万円から25万円くらい、リテールが55万円前後となっています。業績推移の方はどうなっているのでしょうか。確認してみましょう。本社は東京都世田谷区東証スタンダード市場です。前々期の2022年11月期は売上高利益面ともに過去最高を達成していました。ところが前期2023年11月期には収益力が大幅に低下し赤字転落となってしまいました。不振の要因としては中古自動車の買い取り業界で起きたネガティブな事件が中古バイクの分野にも影響してリユースそのものへの不信感が強まってしまい、その結果問い合わせ数の減少や広告の効果が下がってしまったこと、新規出店の拡大に人材の教育や採用が追いつかず営業力が低下してしまったことなどが挙げられます。今期2024年11月期は黒字転換を目指す会社予想です。ただ第一四半期の数字はなかなか苦しいものとなっています。配当は減配の予想で中間期末ともに 5.5 円ずつ、合計11円の予想です。11月の権利確定でこちらの株主通信と一緒に3月上旬に株主優待が届いています。株主優待は100株以上で一律となっています。こちらの封筒に入ってます。はい、株主優待券です。この券では2つの特典が受けられます。1つ目はバイク王の店舗で 126cc 以上のバイクを購入すると1台につき3万円の割引が受けられます。以前は1万円の割引でしたが、2023年11月末の権利確定から3万円にアップしています。そして2つ目です。バイク購入時にパートナーズパックの加入が1万円割引になります。パートナーズパックは定期的に点検やオイル交換が受けられるアフターサービスです。バイクを購入したい、買い替えたいという方には嬉しい優待ですね。券の裏にも記載がありますが、株主以外でもご利用が可能なので家族や知人に譲ることもできます。最後にスマユーポイントでおさらいします。スマユーポイントでは優待の内容と株式保有に必要な情報を確認していきます。優待の権利確定は11月です。バイクの購入が3万円、点検などがセットになったパートナーズパックが1万円割引になります。株主優待を獲得するための最低投資金額とその場合の利回りを確認します。投資金額は100株分です。優待利回り1はバイクの割引となる3万円分で計算しています。〇2はバイク割引に加えてパートナーズパックの割引分1万円を加算して4万円分で計算しています。バイクを購入したい方にとってはすごくお得と言えますね。バイクオー&カンパニーさんの株主優待の紹介でした。私のお父さんがバイクに乗っていていつもツーリングに行っているので、いつか素敵なバイクをプレゼントできるようになりたいなと思っています。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。
次回もぜひ楽しみにしてくれると嬉しいです。次の優待紹介は何でしょう。またねー、バイバーイ。